全国の皆さんこんにちは、たまちゃんでございます。今日は、はい、今日は8月6日土曜日ね、場所はここは長野県松本市のはしご横丁ね。また行ってんかたまちゃんみたいなね。今主催の一人はせんべいをパクつこうとしてたまちゃんと目が合ってやめましたね。だいたい主催が聞く気なしね。どういうことなんだ、さっきあれほど注意してね、聞くことと盛り上げることがあなたたちの役目ですよっていうのに最初から食べてるってどういうことよ、ね、説教ですよこれね。というわけで、今日のゲストはなんとね、はい、まあ、うん、昔仲間だったね、今は敵、あ違う、昔も今もあの仲間なんですけど、今日はなんと、なおちゃんこと牧野直樹さんにお越しいただきました。どうぞ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ、まあ、このライブ配信とかね、はい、これ見てる人はもう最初からなおちゃん出てるんで、何言ってんのたまちゃんみたいなこと思うかもしれませんけど、たまちゃんの YouTube で出すのは音声ですんでね、牧野直樹さん誰やろみたいな、ね、牧野直樹って言うけれども、ね、でも聞いたことはあるなって、なんかいろいろやらかした人らしいよみたいな、いろいろやらかしてなんかクビになったらしいよみたいな、そういう噂が一人歩きしちゃいけないんでね、今日はそもそもその頭の部分がめっちゃ長かったんだけど怖いな、ね、このステージ、まあね、なおちゃんも、はい、まあ、元学校の先生で、そうですね、元学校の先生、小学校でした、今年の2月に退職したのかな、はい、3月末？そうですね、一応3月末まで、3月末をもって、はい、席はありました、はい、退職して、今はあの牧野直樹教育研究所、はい、という研究所を立ち上げて、はい、ね、そこの、まあ、所長っていうとなんか高飛車な感じがするんで、はい、代表みたいな感じで、ああそういうことです、まあ、でも所長ですよね、はい、研究所って言ったら所長ですよね。ですよね、なんで所長さんじゃいかんのかね。いいと思う、全然いいと思う、そんな偉そうにしててもいいよね別にね、うん、全然いいと思うんで、俺は平でペーペーですから、うん、うわちょっと聞きましたこれやーばー、俺このたまちゃんのファンも代表じゃないから俺ね、ペーペーだから、まあそんな話はさておきね、まあ、なおちゃんと初めましてはいつになるんかな、だいぶ前よね、いつになりますかね、もうだいぶ前ですね、いつぐらい最初に会ったのって、あの何、琵琶湖のところで主催やる前にも会ってるよね、琵琶湖、琵琶湖じゃねえ、ごめん、この間琵琶湖、この間諏訪湖や、諏訪湖、もう諏訪湖か琵琶湖か分かんねえみたいな感じになっとる今諏訪湖、諏訪湖のさ、うん、ところで奈央ちゃんが主催してなんか講演会かなんかやったやん、筆文字講座と講演会やったんですよ、その前から知ってるよね、その前から当たり前よね、知ってますね、うん、俺いつだってあの時は小学校、私担任してるクラスにで授業していただいたりとか、そうだよね、そう、職員研修でね、話していただいたんですよ、たまちゃん、だからその前ですね、お会いしてるね、じゃあ何、アコセンかなんか、アコセンの時はもう、もう知ってたよね、よく分かってました、はい、なんでしょうね、もういつからかよ、覚えてないよね、覚えてないくらい仲良い、ね、だいたい学校の先生かどうかも分からない風貌してるじゃん、もう俺が言うのも動画と思いますけどこれ音声だけ聞いてる人はもうどんな人だろうみたいなね俺ここにしか集中してないから今ね、まあそのね、聞いてる、はい、まあ、リスナーの皆さんの中にね、はい、たまちゃんがそういう風になんか親しくディスってくる人って、うん、よっぽど仲のいい人やなって思ってるかもしれませんけどその通りです、はいね、そういうことです、まあ、はい、ね、なおちゃんのこと知らない人もまだまだたくさんいると思いますんで、はいはい、まあまずはなおちゃんから簡単に自己紹介していただいてよろしいですか。はい、わかりました。たまちゃんリスナーの皆さんこんにちは。なおちゃんです。そして会場の皆さんこんにちは。すいません、素人の集まりで本当に。まず場と空気が読めないんですよこの連中申し訳ございませんね。おせんべいはもう食べ終わったらしいです。あ、ね、はい、ありがとう。今なんか寝る準備してたもんね。座布団を座布団なんかこうなんか寝る準備しとったよ。説教ですよ。ますね、はい、長野県での牧野直樹と申します。みんなから直ちゃんと呼ばれております。はい、私長野県で小学校の先生を中心に18年間ぐらいさせていただいて、もう18年になるのね。そうなんです、18年、じゃあ俺の教員現職時代と同じだ、
18年やって、はい、インカに3年いて辞めたんで、はい、一緒だわ、はい、あ、一緒ですか、一緒だね、お18年が一つのなんかターニングポイントの可能性ある魔、ね、の18年みたいな感じで魔の18年ですね、うん、ほんでで18年学校の先生させて小学校、うん、特別支援学校も入りましたんですけども、退職させていただいて、うん、でこの度、企業を、開業させていただいたという次第でございます。 どうぞよろしくお願いします、はい、まだ、ね、このご時世さ、まあ、学校の職員辞めるとかもただのバカですよ、はっきり言って、ね、公務員辞めるとかもうほんとバカの極みですよ、俺が言うのもどうかと思いますけど、ね、なんで辞めたのよ大体なんで辞めたんですかね。大体さ、はい、あなた学校の先生になりたくてなった口でしょ。そうなんですよ。そして学校の先生大好きで、うん、毎日楽しくて、はいはい、もうこれは僕の転職だって、はいはい、でもうね僕ずっとやっていきたいと思っててね、うん、あのそんな感じであの学校の先生させていただいてました、はい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 、でしょ、はい、皆さん奈緒ちゃんのことどこまで知ってますかね。たまちゃんは奈緒ちゃんのことは結構知ってるんで、まあ破天荒なやつなんですよこいつね。もう学校の先生になったそのいきさつも破天荒なんですけどでもどこからむせるくらいですね、むせるくらい思い出してむせるぐらい。大体さ、はい、あなたがさ、うん、その学校の先生になる時のエピソードも、はい、なんかおかしいよね。学校の先生になる時もそうですね。え、皆さん聞いたことあるんかいね。ある？リスナーの皆さんはないよね。ない。ない、ないね。はい。ない。はい。ちょっと待って。え、もともとあなた何してる人だったの？まあ、大学。大学行って。え、それやっぱり教育系の大学だったの？いや、違ったですね。教員養成ではなかった。あ、そうなの？はい。免許を持ってたのね。免許は、後から取り、教員養成の講座を取り始めました。最初大学入った時はそのつもりは実はなかったんですね。え、学部何やったの？心理学とか人間関係。ああ、そういう関係。はい。へえ、心理学か。はい。ほんで？ほんでまあ47都道府県どこかを自分のこう、うん、ふるさとにしましょうっつって。ちょっと待てよ。自分のふるさとどこの？まあ、生まれは千葉県、育ちは名古屋なんですけども。あ、そうなん。親が転勤族だったもんですから、うんうん、まあ、いわゆる実家みたいな、そうか、なかったわけですよ。なるほどね。転勤として、はい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 、うん、で、まあ、47都道府県、うん、どこでも、住んでいいってことですから、うん、僕47都道府県旅したんですよ、北海道から沖縄まで。簡単に旅したんですよとか言われても普通なかなかないよね、そんなんね。なんで旅したのよ。え、それ何、大学の在学中に旅したの？大学卒業して旅したの？大学在学中です。あ、在学中ね、はいはい、僕は大学卒業したら、どう暮らそう、どこで何しようって思って。ああ、なるほどね、はい、ほんでで旅してたら、うん、長野県の、うん、富士見町ってところの駅で、うん、僕たまたまなんか知らないけどここで降りようって思ったんですよ。降ってきたんですよまあちょっと突っ込むのはまあとりあえず後にして今ちょっと話を進めますけど、長野県の富士見駅、はい、富士見駅、え、どういうとこ？ね、降りたらあの八ヶ岳、うんうんうん、うわーんって見えて、その日はね快晴でね、もう鳥もピョピョさえずるんで、めっちゃ穏やかな日だったんですよえ、ちょっと待って、八ヶ岳が見えるっちゅうのは、そこ高地？高いとこ？まあまあ高いとこです。ほんで？で、うわー、ここいいな、ここで大学卒業したら暮らそうって決めたんです、そこで。へー。でも、何仕事しようって思って、うん、で、ここで暮らすためにはどんな仕事あるかなって歩いてちょっと探検してみようと思って歩いたんですよ、富士見町。だんだんおかしい人だというのは分かってきてもらいましたかねだんだん、うん、で歩いた、はい、歩いた、歩いた、歩いて15分ぐらいした時に、うん、オレンジ屋の建物があったんですよ。ほう。オレンジ屋の平屋の、はいはい、で、うわー、なんかここ素敵そうって思って、うん、大きな門があって、うん、ガラガラガラーって当てて、不審者じゃねえかおい用が用なら逮捕だわ、もうそこで。で、開けた、で、開けた、うん、で、つか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 って言って、うん、事務所みたいなのとこあって、うんうん、で僕あれ当時大学2年生3年生だったかな、うん、リュックサック背負ってて、うん、で大学2年生3年生の子たちがこんにちはーっつってどん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 って言って、でいや僕大学卒業後この町で仕事して暮らそうと思います、うん、ついては
大学卒業後ここで働かせてくださいっつったんですよ。おうほうほう。そのオレンジ色の建物、オレンジ色の建物、はいはい、勝手に入ってって、そしたらざわつきまして、うん、少々お待ちください少々お待ちくださいみたいな。え、何そこ、何だったの結局。養護学校だったんですよ。あ、学校だったの。学校だったんですよ。でそんな知らずに行ったわけでしょ。知らずに行きました、うん、そしたら裏から教頭先生が出てきて、うん、でここは君のようなものが来るところではないとりあえず帰りなさいって言われて、もうそれが普通の社会人のね、普通の対応ですよね。まずは身なりからして怪しい、ね、しかもなんか常識が通用しそうにない、とりあえず排除しないといけないですよね。その教頭先生は正しい判断をされたような気がする。ほんで何それ。ほんであなた何つったんや。で私分かりましたすいませんでしたっつって、うん、帰ったんですよ。素直な不審者やだなおい。でもほんでここでどうしても働きたかったんですよ。八ヶ岳綺麗だし、はいはいはい、鳥はピヨピヨさえずってるし、はいはいはい、ここで暮らしたいって思ったもんですから、うん、私は帰ってから、うん、帰りなさいって言われたから帰ったんですよ、うん、その学校の教頭先生宛て私お手紙書きました。その説は直接アポ取らずすいませんでしたってついてはこんな思いで、ここで働きたいと思ってるって、学校の先生をやりたいと、うん、うんと思ってますみたいなことを当時、うん、そこまで思ってなかったし教員養成もこれからだったからあれなんですけど、学校の先生やりたいと思ってますっつってむせるわで面白くてでそしたらメール送ったら教頭先生素敵な先生で、うん、お返事来て。あ、来たの。来たんですよ。まあ律儀な人やなおい。その教頭先生会ってみたいわ素敵な教頭先生なんですよね。で今度学校祭が秋にあるから来なさいって言って、うん、で僕また、富士見駅で、で歩いてオレンジ屋根のその学校の学校祭に行きました、うん、そしたらね養護学校のね子供たち先生たちねすんごい素敵な教育されてるんですよ。子供の目に入ったね僕感動しちゃって、うんうん、うわこんな世界僕養護学校と行ったことなかったから。そうね普通さ、うん、人生の中でその養護学校まあ当時ね、はい、養護学校と関わることってそうないよね。学校のないですね。だって俺も学校の教員になってから、はい、養護学校っていうところに初めて行ったもんね。あ本当ですか、うん、そう私もそこでもう感動しちゃって、うん、うわーって思ってで帰ってから今日はありがとうございましたって、はいはい、学校祭本当に感動しましたって、子供たちのこんなとこは素敵で、うん、先生たちの関わりのこんなとこは素敵で、うん、僕が将来こんな先生になりたいっていう憧れの先生方の背中になって今も焼き付いてます、はいはいはい、今日はありがとうございましたって言ったら、うん、教頭先生からまたメールが返信がピコーンってきて、うん、今度は学校公開の公開授業があるからよかったら来ないかいって言われて教頭もチャレンジャーだなおい僕行きましたよ。行ったんか。そんな感じで交流をしだしたんです、うん、でそこがきっかけで、うん、私も本気で学校の先生になろうってスイッチが入り、うん、あそうなんで大急ぎで大学 の, あの教員養成の、はいはい単位とかにか単位とか取らなきゃいけないから、うん、もう大急ぎ私だから4年生まで授業詰まってましたよ。あそうなん、うん、へえ。ほんでで、大学3年、大学4年過ごして、うん、だから教員採用試験は47都道府県あるうちにの、私、長野県受けたんですよ。うん。そしたら、まあ、見事落ちまして。うん。落ちて、うわ、どうしよう。来年行く先ないや、どうしようって思ったら、うん、電話かかってきて、うん、来年、講師。はいはい。非常勤講師。はいはいはい。講師で、一人探しているんですけど、よかったら来ませんかって言ったのが、その私が3年間通い続けたその学校だったんですよ。あ、そうなん。その教頭から来たんじゃなくて、教育委員会から電話が来たの。実はその教頭から電話来ました。あー、そうなの。教頭先生から。あー、すごいね。だから、普通はもう流れちゃってるいいかな、もう時効だと思うので、普通はですよ、採用試験落ちたら、うん、何講師の登録制に関する登録するなんか標語みたいな、そうそう、それを研究員に出さに行く、そうです、研究員に出して、うん、で学校は先生足りなかったらどれにしようかな、パラパラパラって言ってやるところが、僕そのなんだ名簿の登録もしてなかったんですよ。してなかったけど一本釣りだったのね。一本釣りで電話が来て、はいはい、で後から書きました。はいはい、はい、いやイレギュラーだけどあるんですよ一本釣りはある。まあそういうすごいね、そういうなり方があるんですね、学校の先生でね。して本当になったのな、そこでなりました。すごいな。本当にその町で
社会人1年目一歩を踏み始め、ちょっと踏み出し始められたってことなんですよ。試験も死なず合格者と。あ、講師になるときはそうですね、はい。講師は試験ないから。講師は試験ないです。いらない、うん、電話が来て、うん、はい、お願いしますってスタートしました。まあ教員免許持ってるからね。免許持ってるんで、はい、もちろんその教団には立てる、はい、うん、はあ、そうなの。そうなんですよ。まあ、最初からぶっ飛んでんな、おい。なかなかないよ、でもね、はい、その学校と知らずに行ってさ、うん、しかもの、ね、ヨガ用なら通報ですよ、これ、ね、通報ですよ。まあでも教頭先生もすごい人やね。教頭先生、まあまあ一旦あなたもすごいけどさ、ね、そんだけ言ったら一本釣りされるやろと思ったら。ほんでそれで学校の先生、うん、養護学校からスタートして、うん、養護学校3年コースやり、うん、小学校行きたいって思ったので、うん、実はまたあの小学校の免許中高しか持ってなかったもんですから、はい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 、あの小学校の免許取り直し通信で。そうなん、そうなんです。すごいじゃん。それで、うん、養護学校3年間中に、通信で小学校の免許取り直し、はい、それで小学校2年コースやって晴れて採用みたいな感じで。へえ、そうなんだ。そっから小学校長いんですけど。へえ。なんかただの変態と思ってたけどね、もうやることやってんな。あ、そうなの。そうなんです。じゃあそれで小学校の先生になって、はい、どうやったのよ。なんでまた小学校に行きたいと思ったの。いや、これもね、深い話があるんですけどね、うん、あの養護学校でね、あと最初にこう出会った子が高等部の子で、うん、実は小学校2年から中学校3年まで引きこもってて登校全くしてない子だったんですよ。何があったのか分かんないけども、うんうんうん、で高等部に入学してきて、うん、私が担任するんですけど、うん、申し送りでもうこの子2年から中学校3年まで、うん、もう何年、だから8年ぐらい、うん、もう引きこもってるからきっと養護学校も入学したけど、登校するしないかもしれないからって思ってきたんだけど、ところがね、3年間ほぼ欠席せずにね通い切ったんですよ。体重100キロぐらいあったのが、僕と休み時間毎時間毎時間バスケットで遊んで、うん、サッカーして遊んで100キロあったの60キロに。すごっ。でバスケットボール大会出ようぜって、うん、FID バスケットボール大会僕が監督立ち上げ監督やって、はいはい、で輸送するんですけど、うん、彼とこの仲間たちは、すげえな。そうで、その彼が一言ボソって言ったのは、うん、直樹先生、小学校が嫌だったって言ったんですよ。小学校が嫌だった、うんうん、で僕そこでね火ついちゃったんですよ。小学校って何人のところなんだろうって、うんうん、俺小学校見に行きてって、分かった、じゃあ俺が小学校見に行くよって、うん、俺小学校の先生になって小学校見に行くよって言って、そしたら先生、小学校の先生になれるのって、うん、免許持ってないからなれないって、今から大学入り直して小学校の免許取りに行くよっつって約束して、で彼の卒業と同時に僕は小学校、あ、そうなの、うん、免許取り直して、はいはいはい、で小学校に移動したと。そういうことですね。へえ、入り直したというかね、採用され直したというか。ほんで行ってみてどうやったの。行ってみて、うん、行ってみて、まあやりたい放題ですよね。止められんわな。止められ、こんなイレギュラーなやつ。なんで止められんですね。いや、そこのね、小学校2年間の講師の時代は、うん、1年は特別支援学級の知的障害を持った学級、はいはいはい、でそこでやりたい放題したもんで、うん、校長先生は通常学級の担任を一度やっといた方がいいよ、君はスタンダードやっといた方がいいよって言われて。なるほど。で僕は通常学級の担任をやりさせていただいて、うんうんうん、でその1年がまた評価されて、うん、で正規に採用っていうことなんですけど、へでそこからずっと通常学級担任です。あ、しばらくしばらくは、はい、へ、ほんで、はい、じゃあラストが特別支援学校だったの。そうです、小学校を 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 年間ぐらいだったかな、うん、そして最後1年どうしてもやりたかったまた特別支援学校、うん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 、自分の原点だった、はい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 、そこの肢体不自由の学校にの、あのなんだ、医療的ケアが必要な、うんうん、病棟で、いるような子どもたちの主任担当させていただいて1年だけで退職っていうことです。そうだったんだ。そんな18年でしたね。万丈やのおい。そうですね、まあ、なかなかいないかもしれない。そうよな。まあ俺が言うのもどうかと思いますけど。繰り返す。ね、学校の教員どうでしたか。
やってみて。いやー、むちゃくちゃいい経験させていただきましたね。うーん、どんなとこ楽しかったな。どんなとこ、うん、一言で言うと、いっぱいあるの分かる。一言で言うと、子供のために力になりたいって思って、毎日日々がむしゃらでしたが、振り返ると、まあ力もらっていたのは自分だったなって。まあね、本当思いますね。そうね、その言葉につきますね。確かに、はい、もうやめてさ、はい、4月1日になったらさ、はい、もう学校行かんわけじゃん。そうですね。どうやったんや最初、モチベーション的には。いや、お腹下しましたよ。まあ、お腹下したお腹下したの。いや、あの、退職して自分で開業しようって、うん、まあまあ決心して、うん、高い志持ってよしやるぞって思ったけど、うん、もう4月1日からどっか後悔してる自分がいるんですね。本当にやっていけるんだろうかみたいな、すごい不安に襲われ。たまちゃんもなかったですか？あるよ。俺は血便が出たから。いや、僕も出ました。俺は血便が出たから。血尿出ましたよ、血尿。出る、ね、出るよね。出るよね。そらそうよね。だってもう、もう片道切符だからさ。ダメでした、すいません、戻らせてくださいよ。できない世界だからさ。そうですよね。まあ人間だったわけね、あなたもね。人間でしたね。ならよかった。血便出たら大丈夫よ。血便出たら大丈夫。血便が出なかったらやばいから、これ。ね。まだ勘違いしてる可能性あるから。血便出たら大丈夫。ほんで、まあ、どうやったの？まあ、一山乗り越えて、うん、今こうやってね、明るく楽しくさせていただいてますけど。今だいたい具体的に何やってんだ？今、教育相談、オンラインでZoom 使って、うんうん、で、親御さんとか、学校の先生向けの教育相談、うん、学校の先生の中でクライアントさんは、まあ、若手の先生や、はいはい、校長先生もクライアントさんいらっしゃったり、指導主任の先生もクライアントさんいらっしゃるんですけど、はいはいはい、そういう親御さん、学校の先生向けの教育相談が、まあ、クライアントさんが半分ぐらい、うん、でもう半分以上は実はあの個人事業主でフリーランス、うん、企業これから、はいはい、もうし始めましたって方や、はいはい、あと会社の経営者の方が、うん、会社なんて経営したことないのにね。なんか私の学級経営、学級作りの話とかを聞いていただいて、ぜひ私の社員さんとのこう関わりとか、あの、うんうん、会社の組織作りとかそういうことであのコンサルしてくださいって言われて、でそこの個人セッションと、そんなことを毎日1対1でこう話させていただくのを代表してます、はい、すごいな、おかげさまで、うん、4、5、6、今7月 ?8 月か8月、4ヶ月目ですけど、おかげさまで、うん、はい、楽しくやってます。白骨死体に並んで良さそう。あ、でもえ、何、半分壊れたトラに。いや、あの、ま、学校の先生させていただいてた時よりも収入は、うんうん、あって、うんうん、はい、あ、よかったね、おかげさまで。あ、よかったよかった、はい、ならよかったです、はい、もう骨になったら拾ってね。大丈夫、経営者いるから。あ、そうね、うん、あそこにしゃぶればいいから、ね、そう、しゃぶりがいがあるから。素敵な経営者の方が、はい、社員募集してるから。社員募集してる。本当です。いや、まだやっちゅう、まだ今から頑張るって。もう引き抜かないで。はい、まあその牧野直樹教育研究所中の立ち上げて、まあ、はい、そのまあ理念っつったらちょっと、うん、あの硬いかもしれんけどさ、はい、どんな風な思いでそこ立ち上げたの？私の研究所の、うん、スローガンみたいなのがあって、うんうんうん、全ての人が心地よく人生を歩むためにっていう、うん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 、なるほど、ことなんですよ。そのまあ、うん、お手伝い中か、はい、まあなんちゅうのかな、こういつもそばにいるみたいな感じでサポートみたいな感じなのかな、はい、そういうことですね。なるほどね、歩んでいくのはクライアントさんが、まあそうよな、うん、でそれをそっと支えさせていただく、うんうんうん、寄り添わせていただくのが私の役割と思っています、うんうん、はい、まあね、なおちゃんの、まあ、学級のエピソードとか聞くとね、まあ本当にこう熱く燃えるっちゅうかね、まあ、そういうエピソードいっぱいお持ちの素敵な方なんですけど、まあ、時間の関係でね、はい、ここでまあお知らせすることはできないんですけど、うん、あなた YouTube もやってんだよね。あ、ありがとうございます。YouTube やってるね。YouTube やってますね。うん、やってるよね。ありがとうございます。見ていただいて。いや、見てる見てる。ありがとうございます。まあ、要はあんな継続してアップしとるわって思うぐらい、感心するぐらいやっとるわ。あれ、最初、うん、自分のチャンネル登録数を伸ばすためってやってるときは、うん、
なんかですね、やらなくちゃって気持ちになったんですよ。ところが、チャンネル登録者数を1000人になったら、うん、あれ収益化されるじゃないですか、うん、時間と、うん、で、その収益を自分の手元にではなくて、うん、児童養護施設、うんうん、私も担任してる子で児童養家庭じゃなくて児童養護施設から通ってる子もいたんですけど、うんうん、あの児童養護施設の子供たちに全額寄付しようって決めたんですよ、うんうん、そうしたら自分のためだとやらなきゃなのに、うんうん、あの養護施設、あのボランティアとか時々ね、はいはいはい、来たもんですから、クリスマスの時にプレゼントを出したりとか、うんうん、あの子供たち、あの親御さんから離れて集団生活して、あの子供たちのためにこの YouTube の登録者数を伸ばすぞって思ったら、がぜんやる気出るんですね。不思議ですけど。なるほどね。あと登録者数も伸び始めました。ダダダダダダって。不思議だな。そういうのが伝わるんやね。伝わるんですかね。ねえ。不思議なもんやなと思って。まあぜひね、これリスナーの皆さんも、その、何で検索すれば出るんかな。あ、牧野直樹。スペース教育って入れていただいたら、なるほど、今最近検索かかるようになりました。あ、本当。はい、まあもちろん、あの何、YouTube に、たまちゃんの YouTube にもリンク貼っときますので。ああ、ありがとうございます。ね、ぜひその覗いていただければ。はい、ね。ありがとうございます。なおちゃんの、まあ夢叶えるっていうのも変な話ですけど、はい、ね、これからなおちゃんがやりたいこととか、はい、こんなことをチャレンジしてみたいなっていうことがあったら、ぜひ教えてください。僕はこんなにあんなに好きだった学校の先生を、うん、まあ、わざわざ辞めてまでこうやって、うん、開業させていただいてるんですけど、はいはい、私のこう夢はね、あのクライアントさん、私こうセッションさせていただくのは限りがあるけれども、うんうん、私の夢はそのクライアントさんの先にはたくさんの人の幸せがね、はいはい、待ってるんです。私一人一人に会うことできませんよ、うんうんうん、人間一人ですから。でもそのクライアントさんの先にいるたくさんの人の幸せを思い浮かびながら、世の中に幸せや笑顔の輪がバーって広がっていったら嬉しいなって思うんですよね。なるほどね、うん、でそれがこれまでは子供だったんですけど、そうよね、俺らで言えばそうよな、うん、子供よね。そうなんですよ、うん、僕は子供、ね、学校の先生させていただいてる時にいつも思ったのは、子供が見ている未来、自分がどんな未来なんだろうって、うん、誰の姿見て皆さん判断してると思います？親、親、はい、先生、近所の大人、そう、大人なんですよね、うん、大人の後ろ姿を見て子供は、あ、こんな大人になりたい、早く大人になりたいって、あ、早く大人になるのが未来が楽しみだって、うんうんうん、そんな子供たちが思ってもらえるような大人を増やすことっていうのが私の使命だと思ってます。なるほど、はい、だからこれからは大人、うん、が学び続ける、うんうんうん、楽しく学び続ける日本を作っていけたら嬉しいなと思ってます、うんうんうん、そんなことを描いてます。はいはい、ね、まあ馬力のある男ですからね、馬車馬のように、ね、馬車馬、馬車馬のようにそこに突っ走っていくと思いますけど、はい、まあこれをご縁にね、はい、まあ、つながってくださった皆さんもぜひ、なおちゃんのことを応援していただければなと、ありがとうございます、たまちゃんも切に願っております。はい、というわけで、まあ、あっという間の時間ですが、はい、まあ、最後なおちゃんからなんか聞いてるリスナーの方とか、こう YouTube の、皆さんに一言、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 皆さん愛してまーす。多分こんなでどうですか。あ、もう全然全然いいです、全然いいです。あ、よかった、ね、はい、どんな変態やろって、声だけ聞いたら分からんなみたいな、ね、顔が見たいみたいな、ね、そのためにわざわざね、動画を捨てて音声でやってるんで、ぜひぜひ実物に会ってね、ああやっぱりねって思うかもしれないし、え、こんな好青年がって思うかもしれないしね、まあ、それはまた楽しみにしていただければと思います。と、はい、いうわけで今回はこの辺で、ね、はい、今日のゲストは牧野直樹教育研究所代表のなおちゃんこと牧野直樹さんでした。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。